ザックスピード841は、ポール・ブラウンを責任者として設計された F1 マシンで、1985年シーズンにザックスピードチームが使用した。ザックスピードが F1 で使用した初年度の F1 マシンである。ザックスピード自製の直列4気筒 1500cc ターボエンジンを搭載していた。841は、アルミハニカムとカーボン。 ケブラー副合材で作成された。ザクスピードは1984年のニュルブルクリンクで F1 にデビューする計画を立てていたが、ドイツの鉄鋼労働者ストライキの影響などにより、マシンテストが十分に行えなかったため、同レースに先立ち車両は公開されたが参戦は見送られた。841話2台が作成された。 最初のモノコックは1984年の5月から6月にかけて作成され、9月に車両が公開されるとそれ、以後のテスト及び1985年のレースに使用された。2号車は1985年フランスグランプリで初めて持ち込まれ、このレースから1号車はスペアカーとして使用された。ザックスピードはジョナサン・パーマーをドライバーとしてヨーロッパラウンドのみに参加した。 ヨーロッパラウンドのレース数は11だったが、パーマーがスパ 1000km レースのプラクティスで負傷したために、チームは翌週の1985年イタリアグランプリを欠場し、最終的に10レースに参戦した。イタリアグランプリ以降のレースでは、クリスチャン・ダナーがドライバーを務めた。このシーズン、レースを完走したのは、第4戦の1985年モナコグランプリ。 のみで、パーマーが11位を記録した。http コロンスラッシュスラッシュ www.statsf1.com スラッシュ en スラッシュ z a k s p e e d ダッシュ841トッ s p x ハ p パ無事ヤンザセン v h p グランプリカーズヘインズパブリッシンググループピアニッシュもピアニッシュも 161フォルティシモ、ISBN0854296174。ありがとうございます。